イーグルバスは埼玉県川越市に本社を置く乗り合いバス、貸切バス事業者である。1950年に設立した旅行代理店イーグルトラベルを源流とし、バス会社として1980年にイーグルバスを設立。川越市や東松山市周辺など埼玉県南西部地域を中心に企業、学校送迎などの特定バスや観光バスを運行していた。 1995年に川越市内循環バス、小江戸巡回バスを運行開始。2000年以降のバス事業規制緩和を受け、2003年から自社で一般路線バスを運行開始して乗り合いバス事業に参入した。その後も自治体バスやコミュニティバスの受託運行、西部バスなどからの路線移管などにより乗り合いバス事業を拡充している。 乗り合いバスへの参入に際しては、一般路線バスの運行について、効率の改善を進めた。2008年から、バス車両に乗降客を数えるセンサーや GPS 装置を取り付け、バス停や時間帯ごとの利用状況データや、時刻表と実際の運行との差を計測し、乗客数が増えるように運行ルートやダイヤを柔軟に見直している。2010年からは、 観光地など人が集まる場所に複数の路線を乗り継ぐハブ停留場を設け住民だけでなく旅行者の利用増を図っている。こうした IT を活用した効率改善のための工夫は2006年に西武バスから引き継いだ日高市の路線バスで矢島県社長が乗客数の少なさに驚いたことから導入した。西武バスから日高地区の路線を引き継いだ際に バス共通カードが使用できなくなる旨はポスター掲示などで告知されていた。そのため社内で販売していた回数券が当初は予想を上回る発売数となり売り切れ状態が続いた。定期券は路線によっては今なお営業所まで直接出向かないと購入できず、また購入場所も十分に PR されてはいなかった。2016年10月1日より 東秩父村系統では、運賃の支払いは、現金のほか、東秩父村系統専用回数券と定期券のみ適用となり、従来の回数券と定期券が利用できなくなった。2020年3月14日から交通系、IC カードを導入し、パスもスイカなどが利用可能となった。パスもスイカの利用では、バス利用特典サービスも適用される。適用路線は、 以下の通り、小江戸巡回バス武蔵高萩駅にて、川越営業所小江戸巡回バス日高、反応路線時川営業所時川町路線バス、東秩父村路線バス、川越シャトル、川越市、コミュニティバス、川越シャトル11系統を運行受託している。その他の系統は、西部バス、東部バスウエストが受託する。川越羽田空港線高速バス。 ムーンスター号、ありがとうございます。